一個ずつ行くと、この,の SDA と呼ばれるものは、例えばリスペリドンとかですね、ブ、えー、ロナセリンとか、ルーランとか、あとルラシドン、ラツーダとかですかね。あれかなと思います。ラツーダとかね、えー。が入りますね。で、これの特徴はドパミンをなんか部分、ピンポイントで抑えるようなイメージですね。で、ドパミンを抑えて、 あと、セロトニン系もちょっと抑えてあげるんですよ。で、セロトニン系の、なんていうのかな、抑えることによって、セロトニンの、セロトニンっていうすごい大事なもののような気がするんですけど、セロトニンの中でも、あの、大事じゃないやつもあるんですよ、簡単に言えば。で、その、セロトニン系も、ブロックのやつも、ブロックすることによって、副作用が起きにくくなるっていうことで、なんですけども、セロトニン、ドパミンは、えー アゴニストっていうのが作動薬でアンタゴニストがブロックの薬ですねまあ覚えなくていいです <laughs> 覚えなくていいですまあそういうやつでリスペリドンとかですね